中国製品とかタイ製品なんかいる？もうちょっとタイミングを逃さなければ。ジュージュ言いながら下ろすとこを続いてんけど。ああ何がいるって？ソースか、なんかいるか。うん、大丈夫だよ、やっと家に？あ、地味この上なく引っ張る。喜んでる方が喜んでる。紅葉行くの？行くのよ。うん、ほんならもう明日の分は明日にしようかな。もう見て。何？もうな、なんか感じてんの。どうした？どこいい？いいな。服着てるぞ。どこいい？ママ、なんか汚いからママ。ほら、リッツだけ。とりあえずリッツだけ。ほら、子さんまだこうやってけへんから。これ私、これかなこさんと、これお父さん。あ、そうなの。違う、食べ物違う、なんか自分が今欲求があるよ。なんかここ行きたいか、ケーキ出てて、ほら、もかもかもか行っとる。言い忘れた。はい、ケーキも気づかんと食べてんねやろ。はい、なんか言ってもないな。気づくほどたっぷりは言う。言われたことがない。ようさん言う。いやいや、もともとほら、私も 41.5 歳にしてたのが、今 44.なんだよ。43ぐらいで維持しとってた。そう。毎回その時に言ってたのに。会社が悪いね。うん、なんかな、これ起こしたらまた痩せますとか言うてはるけど、ほんまかいの取れんで、そんなもんで言って。ちょっと待ってな。これじゃあ運んでくれる？あ、ご飯を。父、徹さん。入れるだけ入れとくけど、もういい？あ、いける？うん、うん。